皆さん、いかがお過ごしでしょうかエカやってますか、えーまあ、私も結構ね、えー、2018年の作品からどハマりしていてね、えー、結構いろんな選手を育ててきたりしています。えーまあ、過去、実績を言いますと、ね、王さんとか長嶋さんとかも、ねえー、全力で育ててい、えー、っておりますし。 えーまあ、遠藤和彦投手、小山正明投手、ね、江夏豊投手とか、ね、あとは稲尾和久投手とか、えー、名だたる選手をです、ね、育成してきております。で今年はね、一郎選手が実装されて、なかなか一郎選手が出てこなくて、えー、小笠原選手、ね、小笠原道博選手が2回やってきたり、あとは中村典さんですね、典、えー、選手だったり、あとは黒田聡選手、金子誠選手とか。 あとは大塚明選手とかで乗ってるのね。 え、まあ、育てたりしてきていて、まあ、ちょっと一郎選手がなかなかね、えー、結局全然出てこないなっていうところだったんですけどね。まあ、ちょっとね、オンラインストレージ、オンラインストレージという技を使ってね、ちょっと入学式の手前でセーブしてね、一郎選手をこう、無理やりね、連れてくるっていうことも最終的にはちょっとしてるんで、えー、まあ、ちょっとあまりやりたくはなかったんですけどね、まあ、一度選手が、えー、来なくてね、一郎選手をね、えー、育てるのがメインの A 館内で、ちょっと今、頑張ってますのでね。まあ、もし一郎選手がね、えー、 まあ完成次第ですけども、アップロードさせていただきますのでね、そのイチロー選手ね、もうすでに今現在2年生のですね、夏大会なんですけども、ほぼオール A とオール S に近いところまで来ていまして、金子選手とかね、あとは天才選手がね、その1学年上にもいるのにもかかわらず、それを抑えて、え、ー なんと国際大会に出場しまして MVP を獲得してくるというね、1年生の頃からあって盗塁水もね、1年生ながらも30投塁近くえ決めているというですね、この選手というのはまあやはりすごいなというところはありますけどねさ。さて、まずその一度選手が来るまでの間にエカナインでえ下地作りというのはしていたわけでございますよね。 えまず、A 冠内において名門校を維持する、そしてまあ優勝校としてねこうやっていくためのまあすべきことと言いますでしょうか、ねポイントをちょっとおさらいしておきたいなと思いますので、ね、まあ、いくつかねこう丸がありますけど、ね1個1個ずつちょっと見ていきたいなと思います。でえー、ちなみににこのの選手が来るまでの間に 200連勝しておりました。で、さらに一郎選手が来てからさらにね、えー、まあ一郎選手が来る前に220連勝だったんですね。で、さらにそこから一郎選,選手が来て、えー、さらに30個ですね、練習試を含めて、えー、伸ばしてきているというところでございます。さあさて、まあまず強制終了なんかがね、よく起こりやすいんですよね。これは私の使ってるソフトが、えーまあ ものがそうなのか分かりませんけどね、まあ、そもそも PS5 とか、ねえー、スイッチとかでやればいいんでしょうけども、えー、スイッチライトでやってしまっているのが原因なんでしょうね。 えー、結構たびたび頻繁に強制収了などのね、バグなんかでね、えー、勝手に追わされ,わされてね、えー、なんか行かないでペナルティなんかがね、えー、起きたりっていうのが初期頃はあってですね、ちょっとそこが嫌になってたところがあったんですよね。なのでそこを防ぐためにはですけども、こまめにセーブ取ってた方がいいと思いますね。1試合1試合ごととかね、イベントイベントごとにセーブしておくことで、こういったペナルティを防ぐことができますね。で、まあ、あともう一つなんですけども、 あと、オンラインストレージのいいところはね、もし負けてしまった試合があれば、えー、もう一度やり直すことができるっていうところですよね。あとは、えー、あの、合宿なんかはね、こまめにこうセーブしていてね、えー、その選手だけに特,の特殊能力をつけることができるなんていうやり方もできるわけですけどね。まあ、そこまではね、野暮なのであまりね、えー、しない方がいいと思います。さあ。 まあ、こまめにセーブを取ることはいいことだと思いますね。えー、強制資料だとかね、まあ、よくあったりするのでね。さあ、右側ですね。まあ、これ新入生とかが来た時に限る話かなとは思うんですけども、えー、チャンスとかピンチのところっていうのね、ありますよね。チャンス B とか、えー、対ピンチ C とか E とかっていうのね。えー、基本的に D 以上の選手っていうのは、えーベンチえー、ベンチに置いておく選手ですね。まあ、 なので、えー、後々スタメンで使っていく選手っていうのが多くなってくるのかなと思いますけどね。で、まあ、E 以下の選手っていうのがね、えー、いると思うんですけども、まあ、1つ、2つくらいだったらいいんですけどね、3個とか 4, 4個とか5つとかね、E 以下が多い選手というのは基本的には使い道がありません。えー、切り捨てますね。ペンチ外となります。ここはちょっと厳しい話になってしまうのかなと思いますけども、あそこがね、結構 E 以下が多かったりすると、 えー、センスがないんですね。えー、またとえ左側の基礎能力、あとは得能ですよね、えー。そこは良くても、ここチャンスで打てませんとかね、盗、え、塁、ー、ができませんなんていうところがあれば、まあ、個人的には使い道がないのかなと思います。で私は当初は複数人派ですね。まあ、これというのは、あのお褒めの言葉も、ね、一応あるにはあるんですけども、あれはあまり基本的に私は使いませんね。 えー、調子次第で、あとは系投策で私は乗り切っていますね。えー、なこれによって、伝令を最後まで生かすことができますから、えー、最強のクローザーが誕生するわけでございますね。で、実際に私、プロ入りの投手がね、2人、えー、その年に誕生した時がありまして、どちらもドラフト1位だったんですね。えー、こちらの最初のピッチャーっていうのが、えーまあ、本格派のね、ピッチャーだったんですけども、えー、まあ、これは後々ね、えー、ちょっと動画なんかで紹介できればいいなと思うんですけどね。 それよりも2人目のピッチャーというのはなんとですね全部抑えとかで登板していた選手なんですけども防御率が0.00のままプロにいったというところですよね抑え,えだけで確か50試合近く登板させてたと思いますその中でも防御率が0.00一度も失点することがなかったというピッチャーができたんですねこれは最後まで伝令を生か,生かしきれていたからというところですよね えー、確実に能力を上げるというところでね、うん。確実に能力を上げて、あとは守備のね、えー、能力も上げてというところで、あとはね、調子の部分もね、この伝令の部分で上げることができるんですよ。なので、このクローザーがね、防御率0.00というね、えー、形で誕生していったというところですね。当然、威圧感もついておりますね。えー、まあ、それもあったのかなとは思うんですけども、まあ、こういったクローザーを作るというところでは、えー、まあ、当初、複数人いても、 いいのかなと思ったりしますで早急 E ですね、ここの話に戻りますけども、えー、右側のところ、早急 E のところっていうのは、えー、基本的には外野手または一塁手、えーまあ、場合によってはキャッチャーで、えー まあスタメン企業ななのかとというところですね基本的に外野は早急に関してはまあほぼほぼ意味がないですね。あと、一塁手に限りましても、二、え、塁、ー、とかね、三、え、塁、ー、とかに投げるケースっていうのはほとんど少ないんで、まあ、早急い E っていうのはね、まあ、この辺は目をつぶっています。で、キャッチャーに関しましてですけども、えー、これは場合によるんですよね。例えばキャッチャー B で早急 E だった場合には、これはまあ基本的にキャッチャーになるのかなと、まあ、これは外野とかね、一塁にコンバートしてしまったら、ちょっともったいないのかなというところですけどね。 そしてまあ、結局、これがせが最強ですね。えー、5以下ね、ね、えー、戦力レベルが5以下であっても4割以上でヒットになります。強いです。これだけでも強いんですけど、6以上ともなればなんと6割以上でヒットになります。これはね、とある方がですね動画で検証されてました。えー なので、転がせで4割以上、6割以上なのであれば、基本的に積極的に転がせの戦術を狙っていった方がいいのかなと。まあ、1とか2だったらね、さすがにちょっと転がせは選べませんけども、3以上であれば、まあ、基本的に転がせを選んでも、結構高確率でヒットになってくれると思います。そして、引っ張りですけども、引っ張りって弱いって思われてるんですけどもね。 特にパワーとね、えー、相性が非常に悪くてですね、なかなか打てる機会が少ないというところなんですけど、ただ私の,じあの感想なんですけども、引っ張り7とかになればですけどもね、確定弾がめちゃくちゃ出るような気がするんですけど、気のせいですかね、えー、結構引っ張り方向にね、えー、ガツンと飛ばして上位弾なんていうのもね、よくある話でしてね、えー、まあ打った瞬間ホームランとわかるね、そんなバッティングをね、ミスで作れるのが引っ張り7。 となるわけです、ねまあ、6でも結構高確率で見たりできるんですけどもね、まあ、これは私の直感なのかは分かりませんけどね。でまあ、私の采配なんですけど、バント、バントとか、ね、スクイズとか、まあ、そういう小技ですよね、セーフティバントとか、あるいは盗塁とか、ね、そういうのは積極的に采配していく、えー、ものでございます。結局、論からつけますと、A ナインというのは機動力が最強なんですよ。総、えー、力を鍛え上げていれば何とでもなるというところですよね。 この転がせというところがあるんですけども、これは総力を鍛えていると転がせ。まあ、私のところで魔物なんてほとんど使わないんですよね。魔物を使わずとしてもね、うちのチームは打てるんで使い道がないんですけども、えー、機動力、総力を鍛え上げていれば、転がせと魔物との相性というのは非常に相性抜群でございます。えー 内野安打を連続していってね、えー、エラーも誘ったりすることができますし、転がせ指示でね、内野に転がして、三塁とかにね、ショートとかに転がしていって、えー、内野あのファーストでセーフになるっていうのは、全然ね、えー、やる話でございますから、非常に相性がいいです。 なので、まあ、一両選手が来れば、ねえー、その問題を解決するのかもしれませんけども個人的に A 冠内で強い選手というのは赤星選手とか福本豊選手とか、ね、あとは肘澤選手とか、ね、西川春樹選手とか、えーまあ、こういう、ね、盗塁系の、ね、特殊能力がついた選手というのは非常に A 冠内で役に立ちますそしてバントに関してなんですけどミートが低すぎると失敗しますね、えー、1とか2でなっている可能性というのが結構高いんですよ、まあ、これというのはもうほとんど失敗です なので、バントっていうのはミートがね、えー、低すぎるのもちょっとあれなのかなと思うので、えー、もしバントをね、えー、小技を効かせたいのであれば、まあ、ミートを E とか D とかに、えー、上げておくことをお勧めしておきたいなと思います。F とか G では全然バント決めてくれないんでね、えー、ミート力があまりにも小さすぎてね、どこに当てるのかは多分わからないんでしょうね、えー。結構ね、不運なところとかね、えー、結構運ゲ,ーだった運ゲーの部分がね、強い、ええかないんではございますけどね。 まあここをね何とかやっていけば、名門校クラスには入れるんじゃないかなと思います。えー、名門校に入った甲子園常連校になるっていうところはあるのかなと思いますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。はい、ということで本日は最後までご視聴ありがとうございました。えー、スタメン起用につきましては前回の、ねえー、動画で話した通りでございますね。えー、まあ、それ以外でまたポイントがあればね、ぜひぜひ動画で解説させていただければと思いますので、最後までえどうぞご視聴よろしく。 がいたいなと,思いますということで、本日はご視聴最後までありがとうございました。ぜひまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。<music>